素敵なハムスターライフ。こんにちは、とことんハムチャンネルです。ハムちゃんの多頭飼い。多頭飼いは可愛いハムちゃんたちが一点に集まって、さらに可愛い YouTube でもみんな多頭飼い動画アップしてるじゃーんと思ってる方いますよね。いやいや、多頭飼いってほぼ虐待に近いんです。というところで、今回はやめとけ多頭飼いの末路はこれだをテーマにハム知識をお伝えします。それでは本日もよろしくお願いいたします。ハムちゃん可愛いですよね。可愛いハムちゃんが円陣を組むように集まったらなお可愛いですよね。私は100匹のハムちゃんの下に大の字で寝たい、大の字で寝たい。皆さんもそんな夢見たことありませんか？でもねハムちゃんを一点に集める、同じケージで買っちゃダメなんですよ。気持ちはわかります。ハム村某アニメのように多種多様なハムスターたちが仲良く過ごすとこ、とっとこ見てみたいんですよ。しかし現実はそんなハム村と真逆。ハムが一箇所に集まったら某 2000X 年なんですよ。秩序のない戦場なんですよね。血を見ますよ。まさに弱肉強食なんです。ほとんどの方が単独飼育してるかと思います。可愛いからもう一匹増やしてみようかななんて思ったことありますよね。気持ちすっごくわかります。でもそれはやめましょう。虐待に近い行為ですよ。ハムちゃんたちは同じケージで仲睦まじく過ごしていました。仲睦まじく。そしてある日、あれ？一匹片耳がない。あれ？ふんわり白い毛が、可愛いこの子が、真っ赤だ。あ！殺し合ったんだと。よく聞きますよね。同じケージに入れていたら、喧嘩してたと。これ、致命的な間違いですよね。致命的ですよね。喧嘩ではない。殺し合いなんです。殺し合いを引き合わせてしまったのは。ハムちゃんは本来広大な砂地などに単独で巣穴を作って生きている。しかし飼育下だと半畳以下、ランドセルくらいのスペースで生きています。そんな狭い場所で多頭飼いしていたのは誰でしょうか。ハムちゃんの寿命を2年、人間を80年とすると、換算するとハムちゃんの1ヶ月は 3.33 年なんですよね。私のドンムジちゃんで7ヶ月なので、今は 23.3 歳です。お伝えしたいのは殺し合いの傷。例えば全治3ヶ月だったら、換算すると約10年ですよ。治るまで約10年です。改めて伺います。誰がハムちゃんを同じケージに入れたのでしょうか。ハムちゃんには縄張り意識がある。だから喧嘩しちゃうんですよね。人間にもありますよね。私もそうですが、皆さんにもありませんか？縄張り意識。人間に例えるとどうでしょう。いきなり知らない人と一緒に住むと。知らない人と一緒。しかも想像してください。ハムちゃん、会話できないんです。相手が何考えてるか全く分かんないんですよ。さっきの時間軸で言えば、人間の1ヶ月で言えば 3.33 年ですよ。しかも24時間ですよ。24時間。コンビニだってシフトで人が入れ替わりますよね。よくわかんない人、喋れない人がずっと一緒に家にいたら、法律がない、秩序がないケージの中に24時間一緒にその人といたら不快ですよね。そうです、縄張り意識、これなんです。ハムちゃんも嫌なんです。多頭飼育している方、ここです。朝ごはんのメニューの中で用意するのが最も簡単なメニュー。納豆のバッグを食卓に置くくらい簡単なこの対処方法。多頭飼育に関する対処方法を提案させていただきます。これで解決します。多頭飼育をしない。多頭飼育している場合は一頭一頭にケージを用意する。単独飼育にするのです。多頭飼育は戦場になる可能性ありますよ。人間の社会ですらうまくいかないのに、ハムちゃんがうまくいくわけないじゃないですか。殺し合ってハム人生の大半を肉が露出し、耳がなくなり、目が見えない、その他の体の部位が欠損してしまう状況、想像したくないですよね。ただ実際に起こってるんです。冷静になりましょう。ハムスターは多頭飼育すると殺し合う懸念があるんです。
ハムちゃん、単独飼育しかできません。殺し合いの場を、殺し合いの場を提供しないでください。ぜひともよろしくお願いします。それでは、今日のとことんハムチャンネルの動画は以上です。これからもどんぶりちゃんと一緒にどんどん動画を投稿します。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。